まったくいらん心配を。こんなものただのありふれた宝物ではないか。何をそこまで悩む必要がある。というよりお客様のその態度の方に少々不安を覚えていまして、これはただのありふれた宝物なんかじゃありませんよ。箱に入ってるのはどれも極めて価値が高く貴重なものばかりじゃないですか。ここで騙されて損でもしたら一生かかっても取り返せません。やはりここは慎重に検討しないと。慎重に。リュウ、カオン、来たぞ。何喧嘩してるんだ。おお、ちょうどいいところに来た。この無知な輩がわらわの方々が偽物だと疑っておってな。これらはすべてわらわの収蔵品。数百年手もつけずに保管してきたのだ。偽物なわけがなかろう。数百年。家宝だ、家宝。数百年なんぞザラであろう。おお、そうだぞ。オイラたちが証人になってやるぜ。ほれ、聞いたか。これはモラと引き換えるためでなければ売り払う必要のなかったものだ。このような珍しい品、目にできただけでも幸運だというのに。偽物だと疑うのなら別の買い手を探すまでだ。あ、お客様、そうおっしゃらずに。ならこうしましょう。確かに私にはこのような貴重な品を鑑定する技量はありません。そこで特別に専門家を呼んでおいたんです。もうすぐ来るはずですので。専門家。まあよい、ならばもう少し待ってやろう。旅人パイモン、ここがわらわの新しい家だ。今後何か用があればここに来るといい。師匠。あ、二人ともこんにちは。宗玉、新しい服に着替えたんだな。かわいいじゃんか。うん、師匠が作ってくれたの、とっても気に入ってるんだ。お前、こんな隠し芸まで持ってたのか。隠し芸とはなんだ。仕掛けによる補助さえあれば裁縫の術など造作もないこと。師匠、私の荷物はほぼ運び終わったよ。重すぎて運べないものはまだ外に置いてあるけど。構わぬ、後でわらわが運んでやろう。秘密の多い娘っ子だ。ほれ、行ってくるといい。それでお前の言う専門家とやらはいつ来るんだ。もうすぐのはずです。あ、いらっしゃいました。ご紹介します。こちらは往生堂の角形であり、今回お呼びした宝物鑑定の専門家、勝利先生です。勝利先生、こちらは関雲さん。先ほどお伝えした宝物をいくつか売却したいとおっしゃった方でして。ふん、関雲殿であったか。久しいな、ここで会うことになるとは思わなかった。勝利殿こそなぜここに。息災でしたか。ああ、おかげさまでな。実は先日山中を散歩していた折にふと考えにふけることがあってな。ここ2日は新しい茶に舌鼓を打たせてもらっていた。実に良い日々を過ごさせてもらっている。おや、お二方は知り合いだったんですね。ある種の縁というものだ。関雲殿は業界で鑑賞家として名高い。鑑賞、収蔵、根付け、あらゆる方面に精通している。彼女の品を買えるとはまたとない機会だろう。
買いかぶりすぎです。骨董品や宝物を鑑賞する者は皆経験と神秘眼に頼っています。その点において勝利殿と肩を並べられる者はおりませんでしょう。俺にはもったいない言葉だ。相変わらずカウン殿は謙虚であられる。とんでもありません。ぶしつけな質問で恐縮ですが、お二方は知人ということで仲も良さそうに見えます。もしや裏で手を組んでいて私みたいなしがない商人をカモにしようなんてことしていませんよね。まったく何を言っておるんだ。宝物のことに関してわらわたちは決して嘘はつかん。カモにしようなどもってのほかだ。ああ、取引では信頼が何よりも大事。信じられないというのであればこれで失礼しよう。うむ、これ以上何を言っても千なきこと。行くとしましょう。大変失礼いたしました。どうかお待ちを。とんだ失言でした。勝利先生が保証してくださったのです。信じないわけがありません。カウンさん、お待ちください。たびたび失礼なことを言ってしまい申し訳ございません。それで勝利先生、これらの宝物の価値はいかがなものなのでしょう。ああ、心配は不要だ。いずれも世にも珍しい品と言える。例えばこの仕掛け、用途は不明だがその巧妙な構造だけで豪邸の一角を飾るにふさわしい。それとこちらだが、滑らかな線と精巧な造形は仕掛けの実の妙を詰め込んだものとなっている。勝訴殿は見聞の広いお方だ。仕掛けの術が施されたものはそう市場には出回らない貴品であることをご存知であろう。このような収蔵品、俺であれば全て買い取っている。わかりました。勝利先生をお呼びしたからにはその言葉を信じさせていただきます。カウンさん、私も腹をくくりました。こちらの宝物を全て買い取らせていただきます。しかし額が額ですので、まずは北国銀行経由で頭金をお支払いするという形でもよろしいでしょうか。北国銀行、ああ、あの大きな戦争のことか。よかろう。今はもう戦争という言い方はあまり使われておりませんよ。皆銀行と呼んでいます。さて、私はお酒に失礼させていただきましょう。お支払いが完了次第品物を取りに伺いますので。勝利。ああ、二人とも変わりなかったか。オイラたちは元気だぞ。そっちは？鑑定の専門家として呼ばれるなんて仕事が多いな。俺も日々変わりなく過ごしている。先ほど茶を飲んでいたところ、急にあの者に話しかけられてな。こうして鑑定を頼まれて見に来たというわけだ。それでこちらのカウン殿は町に移り住む予定なのだろうか。そのカウンと呼ぶのはもうやめていただけないでしょうか。妙な感じがします。なぜだ。俺たちは友人なのだろう。友人ではありますが、しかし、まあ良いでしょう。好きなようにお呼びください。名前はそもそも呼ばれるためにあるもの。何も間違いではありません。龍雲神君はここ数年で考え方も変わったようだ。はい、わらわがかつてリーユエコを訪れた時はあまり長居をしませんでした。ゆえにここの繁栄を見極めることもできなかったのです。ですが定住を決めた今、巷に響き渡る喧騒を耳にし、ここの賑やかさが身に染みております。数千年前とは全く違うものです。人々は潮流のごとく
集いてにぎわい、去りて生へ転ず。にぎわいの中にも雅があり、静けさの中にも趣を覚える。幾千万の魂が宝寸の俗世にあるのだ。千年が経った時、ここの風景は俺たちでさえ想像のできないものとなっているだろう。はいはい、もうその辺にしとけって。たく、空気がしんみりしてきちゃっただろう。ふむ、それもそうだな。宝物も売れたことだし、今日はわらわのおごりだ。共にリーウェの美食を味わいに行こう。実はイェンドゥシェンとやらが昔から気になっていたのだ。おや、リュウンシン君は忘れてしまったのか。昔その料理を作って振る舞ったことがあるのだが、確かシン君もその場にいて食べていたはずだ。そんなことがありましたか。いつのことでしょう。うん、あの日は旧友の顔が皆揃っていた。おそらく数百年前のことだ。きっと当時のリュウンシン君は料理を取るのが遅れてしまったのだろう。それで気づいた時にはすでに皆が食べ終えた後だったのかもしれない。きっとその時のわらわは他の者に料理を譲っていたのでしょう。今度こそわらわの風を呼び、雲をも切り裂く商法をお見せします。よし、決めたぞ。イェンドゥシェン、モラミート、カニ味噌豆腐、リーウェ算数、うん、すべて注文しよう。すでにカウント神格に頼んで席の予約をしてもらっています。後ほど新たな妹弟子をあの子らにも紹介するとしよう。さあ参りましょうか。うん。宗玉、おいで、ご飯を食べに行くぞ。そうだ、こちらは勝利殿、今は王城堂に身を置いている。以後お見知りおきを。はい、よろしくお願いします。勝利さん、みんな揃ったことだし行こうぜ。ねえ師匠、仙長賞って食べたことある？仙人が食べたら本当に飛び上がっちゃうの？うん、そういったことはないと思うが、まあないとも言い切れぬだろう。